さあ、葵さん、はい、夕食買い出しに来ました。今日は車中鍋やりますんでね。やってきたスーパーはメルシー。メルシー、雪が多くて看板が見えない。チュナンポーク、チュナンポーク、焼肉用でもチュナンポーク、チュナンのグラノラ、鍋の具材ゲット、天然パーマ。さあ、買い出しも終わった。次に向かうは、I love 松の山温泉。ヒウィヒウィ、ゴーゴー。お、お父さん、通るよ、これ。マジかー。俺が日本で最も愛する温泉、松の山温泉、ついに12月に来てしまいました。よし、俺が一番大好きな鷹の湯到着。早速入りましょう。ヒビヒビゴーゴー。何これ、小鳥さん。じゃーん、温泉総選挙2020環境大臣賞、松山温泉。そりゃそうだ、こんないいお風呂は他にない。いいお湯だった、鷹の湯。いい湯だったね、小鳥。美人になった。うん、あら素敵。また来ます、鷹の湯。はい、ラブ松山温泉。いい湯でした。さあ、では冬の車中泊第1泊目、はい、Here we go! ゴーバイ。今夜はベーナーです。あー、むい。さあ、約1年ぶりの車中飯。我が家はですね、冬はもう鍋しかやりません。車中鍋です。これがもうね、温まるし腹いっぱいになるし、明日のね活力にもなります。さあ、妻、はい、何鍋でしょうか今夜は。まず、はい、おつまみ。あ、おつまみの紹介から。イカ塩天ぷら。あら素敵。池さんチョイス。地元のメルシーツナンで買いました。もう誰も知らないと思いますが、ツナンでは一番のスーパーです。ポテトチキン、略してポテト、ポテチキン。で、今日のスープは鶏白湯。鶏白湯温まり、はい、締めにごまタンタン。おい、ダブル。ラーメンと思いきやうどんで、あ、温まる。ごまタンタンうどん。おろ、素晴らしいルーティーン、ね。完璧なフォーメーションですね、妻。じゃあまずは野菜を切っていきましょう。はい、わかりました、はい。実はね、二段ベッドにしたことで寝るスペースはかなり心地よくなったんですが、車中飯をやるのにはちょっと手狭になってしまいましたね、妻。しょうがないね。でも全然、まあそうね、広いと思うよ、やっぱり。だってこんなやって横になってんだよ。そうだね。やばい、適当ざきに適当です。洗いもしません。いいんですよ、ワイルド。切らないと。あ、そう、嬉しいお知らせ。何でしょう。ツナといえばポーク。そう、ツナンポークが安いんだよ。めちゃくちゃ安かった ね、だからツナンポークを買ってきた。ブランド豚であるのにもかかわらず、うん、地元に愛される価格。ツナンポークの方が国産豚肉よりも安いの、うん、やったね。さあ、我が家の鍋スタイル、鍋はですね、椅子の横ですね、こちらにセットして、テーブルの上では母ちゃんが調理をしやすいように今レイアウトチェンジいたしました。皆さん、お気づきいただいたでしょうか。テーブルの柄がオシャンティーになっております。ダイソーのリメイクシート貼っただけですけども、ずいぶん雰囲気変わるよね。虫かーい。はい、まずは鶏白湯鍋つゆです。美味しそう、名前からして美味しそう、ね、行きましょうか。行きましょう。まずこれは鍋インですね。いきます。もうこれでラーメン行きたい感じだね。結果ラーメンにしてもよかったのかもしれないね、鍋ラーメン。はい、じゃあですね、ちょっと寒いの我慢してしっかりと換気を
そちらも開いてる？開いてます。開けて換気を取ってファイヤーオン。はい、カセットガスのつけ方がわからないどんくさい妻47歳。しかもこれね、切り口を上にしなきゃいけないとか、こういう基本ルールすら知らないなんてどんくさいの。はい、いいから。ファイヤーつきました。いいでしょう。はい、すいませんね、どんくさくて。本当にうちの妻はグツ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 よ。これが噂のツナンポーク。ティッティリー、めっちゃ安い598円。ツナンポーク投入でございます。これでっかい。妻からは、顔を映すのが NG が出てしまいましたので顎までにしたいと思いますけども。微妙だな。鍋が完成いたしました。はい、うわー、美味しそう。どうですか、二人。美味しいよ。うわお。はい、どうぞ。わお、わお、わお。鍋。それでは久々の車中鍋いただきたいと思います。 Thank you 母ちゃん。はい、どうぞ。いただきます。肉団子、うまい、めちゃくちゃうまい。すごい味が染み込んでておいしい。鶏白湯、どれ書いたん。すごいトロトロだね。グルメリポーターみたいなうまいことは言えませんが、これ車中鍋におすすめ、鶏白湯スープ。車中鍋ですごく大事なのは、何でもそうですね、料理系は匂いがきついのが NG なので、そういう意味で鶏白湯全然匂いも出なくてね、いいね。それではツナンポークいってみたいと思います。甘みがあるね。うまい。さあ、第2弾タンタン鍋が始まりました。野菜、肉団子を追加していきたいと思います。なんかね、地元の平竹が売ってたんだけど、キノコ大きいやつ、こっちにしちゃった。平竹にすればよかった。なんで躊躇したんだお前は。してよ、ふた。ドゥンドゥン、第2弾タンタン鍋いただきます。どうぞ。タンタンはなかなかパンチ力があるね、スープに。あ、ほんと？違う？ごまタンタン、すごく主張が強い。さあ、続きまして締めのうどん行ってみましょうか。さあ、二玉目。三玉を使います。はい、三玉と金玉は全部使い切るんだよ。分かったか、妻。わかりません。あ、全力でってことですか、常に。俺は全力投球以外したことがない。中途半端なの大嫌いだからね。当たり前じゃい。何の話じゃい。三玉全部投入しました。タンタンウーロン、いただきます。最高。しっかりと味が絡む。ものすごいうまい。これとかさぬきうどんだったね。うまいやお。うまいこと。いや。どうなのかちゃん。おいしい。
納得？うん、つるつる温まる。お腹パンパン。ごちそうさまでした。二段ベッドにすることで、このベッドの下にね、収納スペースができるので、実は空間的にはものすごい有効活用ができる。狭苦しいですけども、私たちの車中泊の荷物の量を考えると非常に空間を作れてるよね。だから決して窮屈ではない。秘密基地感だっていうね、このタイニーさがね、それが車中泊の醍醐味なんちゃい。天然パーマの車中泊はずっともう、当初からですね、コンセプトはミニマリズムな車中泊を目指してます。もうやっぱ最小限ですね。そうは言ってもね、ポタ電とかが入ってきたことで相当快適にはなってる。うん、そうね。うん。けども、最小限、最低限、うん、にして、やっぱりその、不便さを楽しむってことをね、やっぱ続けていきたいなと思っています。さあ、今夜の晩酌は、黒霧島、ロックンロールでいきたいと思います。わー、こぼしちゃった。それでは今夜はこの辺でお休みにしたいと思います。グナーイグナーイ。天然パーマ。朝です。朝の7時ですが、グッズグッズの朝でございます。しかし、なんと外は土砂降りの雨、まさかの緊急事態宣言発生。どうしましょうか。ひとまず着替えてから作戦会議です。おはようございます。おはようございます。一体何なんでしょうか。土砂降りからですね、晴れになりました。どっちやねん。降るんかい。晴れるんかい。いや、参ったな。しかし、一旦土砂降りの雨が降ってしまったので、ちょっとスキー場は期待できないという状況です。さて、今日どうしよう。Dude, that father is 10 men per